タチアナリアブキナは、ロシアのオリエンテイリング選手。モスクワ生まれで、現在は、ノブゴロドに在住している。旧姓はペレリバ。ジュニア世界選手権に、初めて出場したのは、1996年のルーマニア大会のことであり、リレー種目で3位入賞を果たす。またその後、1998年と1999年に、金メダルを1枚ずつ獲得すると、 2000年には2種目制覇を果たし、合計で4枚の金メダルを獲得するなど、ジュニア時代に花々しい成績を残している。世界選手権では抜群の強さを発揮、金メダル1枚を含む8枚のメダルをこれまでに獲得している。ロシアを代表する女子オリエンテーリング選手である。また、2007年には所属するスウェーデンのクラブ、 ヘラスを伝統ある有名なリレー大会タイミラにおいてアンカーとして優勝に導いたことも特筆すべき事項である。2013年11月11日時点での世界ランキングは9位となっている。ありがとうございます。